ボクシングの WBA 世界ミドル級王者村田亮太、32イコール政権が、心の調整に手応えを得た。2日、同級8位エマヌエーレ・ブランダ村、イタリアを迎える初防衛戦へ、都内のジムで2回のスパーリングを公開。過去の公開練習では、一番良かったんじゃないですか。落ち着いてできているのが一番。無駄に詰めず、自分の距離で、と外国人パートナーに、強烈な右を打ち込んだ。良いところを見せようとしてガーッと前に詰めて、あれれ、というのがあったりする。報道陣の注目に気負い、内容ともしく終わる機会もあった。それが今回は、冷静ですね。強引に倒そうと距離を自ら潰してしまう姿はなかった。初防衛戦の難しさは、王者としての姿を見せたいと、気持ちが流行りすぎるのが正体。だから圧倒しようと思わないこと、と勝利の鍵を分析するだけに、この日の時勢が良い予行演習になった。